花ちゃん、こんにちは。ルナちゃん、こんにちは。時間がある？あるよ。どうしたの？いくつか質問していい？あ、いいよ。私もルナちゃんが質問していい？いいよ。今日はね、日本文化の中で好きなものと嫌いものについて聞きたいことがあるんですけど、その前に、まず、もう日本に行った？うん、行かなかった。そうか。じゃあ、次から日本の中で好きなことは何？好きなことはドラマだ。ああ、そうか。どうして日本のドラマが好き？どうやっていいの？日本のドラマはとっても面白いし、ストーリーもかなり面白い。なるほど。いつからドラマが好き？学生からドラマを見ることが好き。そうだね。でも嫌いなことはどう？あまり嫌わないけど、日本のドラマは少し変だと思う。どうしたの？配役が不器用とか、ギクシャクアクティングから気持ちがタジタジになった。そうだね。ルナちゃんは日本文化の中で好きなものは何？色と規律の高い日本文化が好き。それはいいね。どうしてそのことが好き？理由を聞きたい。規律がすべてをとてもきちんと制定するからすごいと思う。なるほど。いつからそのことが好き？どこから知った？それは長い日本人の精神の名詞、映画やニュースを通してそれを知っている。ああ、そうだね。日本文化の中で嫌いなことはどう？そのことは、仕事の文化で、上司を差別する。上司は夫や子供に奉仕するために、働くだけでないけど、自分のお金を稼ぐこともできるでしょうね。上司にとって非常に不幸いと思う。あまり好きじゃない。それは大変だね。じゃあ、以上です。今日ありがとね。いえいえ、本日はありがとう。またね。バイバイ。バイバイ。